マンハッタンとクイーンズの間の細長い島が、ルーズベルト島、ルーズベルトアイランドトラムウェールーズベルト島は、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市マンハッタン区に属する、細長い小島である。マンハッタン島の東、クイーンズの西、イースト川の中に位置する。名前は、フランクリン・ルーズベルト大統領に由来する。この島はもともとレナペ族によって、 ミニーハニックと呼ばれていた。ニューネーデルランド時代はオランダ語でバーカンス・エイロンとイギリス統治時代はブラックウェール・エス・アイランドと呼ばれていた。1921年から1971年の間はウェルフェア・アイランドと名前が変わり、最終的に1971年にフランクリン・ルーズベルト大統領にちなみ現在の名前に落ち着いた。 対岸を走る FDR ドライブも同じくフランクリン・ルーズベルトに由来している。2012年には島の南側にフランクリン D ・ルーズベルト・フォー・フリーダムズ・パークがオープンした。島はニューヨーク市によって所有されていたが、1969年以降99年に渡ってニューヨーク州都市開発公社に貸し出されている。多様な民族の人が住んでおり、 た民族共生のモデル地区的な面も兼ねている。2003年頃から、ルーズベルトアイランド駅周辺のメインストリートを中心に高級コンドミニアムが建設されている。マンハッタン島に比べ清潔な街並みとアッパーイーストサイドから公共交通機関でわずか5分の立地であるため、大学や病院関係者、国連関係者の寮としても利用され、ルーズベルト島から マンハッタン島に通勤している人が多い。近年では、その治安と住環境の良さから家族連れの日本人駐在員が多く住んでいる。ここ数年は、マンハッタン島と同程度まで家賃が上昇している。桜の名所としても有名である。また、島の南側に存在していた病院跡地には、ニューヨーク市主導の応用科学の能力を高めしの経済状況を、 転換することを目的としたプロジェクトであるアプライドサイエンシズ NYC が指導し、イスラエル工科大学及びコーネル大学の応用科学学科とエンジニアリング学科の新キャンパスが建設されることが決定している。その第一段階として、2017年までに大学の新校舎、企業の共同建物、宿泊施設を伴った経営者教育センター、 教職員と学生のための居住用建物が建設される。第2段階は、島の中央を通り抜ける、中央歩道に沿っていくつかの関連施設が建設され2037年までに完成される予定である。現在、ルーズベルト島は、先進的なシリコンアイランドへと変貌しつつある。ルーズベルト島のコンドミニアム群、ポラック、ミハエル、ネームザットアイランド。 ニューヨークタイムズ、httpwww.neetimes.com2012-12-16NYLigen Before It Was Called Roosevelt Island HTML2012 年12月16日閲覧ありがとうございます。